毎度。どうすか最近。最近まあ人がちょっとずつ戻ってきたんでね。何ですか、うん、本当にコロナもね緊急事態が明けて、なんか若い子らがねまだやっぱりアルバイトが入れへんって言ってね、やっぱお金がないって言って苦労してはるから、なんとかねなんかその子らでも買えるようなものを探してあげんやけど、なかなか難しくて。そうそう、そう、ピンキリなんでね。セールでね、1000円ぐらいのもあるから、まあまあまあ、そっから頑張って必死に選んでくれる若者を見るとなんとか応援してあげたいなと思うんやけど。ジッポはね、まあいっぱいあるんやけど、ジッポができたのはなんかね、1933年、割と新しい、うん、やったはず。そう、33年にできて、でもなんかその当時ジッポ社のミスで33年やのに32年っていう刻印をしたジッポっていうのが出回ってそうそんな会社なかったやん。そうで、なんかあれその頃よう考えたらなかったんちゃうみたいな。でもなんかその32年モデルのレプリカとかはなんかすげえ高額、うん、逆にね。そうでも当時はもうめっちゃでかくて、めっちゃ角張ってて、今のジッポより二回りぐらい大きくて、まあ長持ちはすんねんけど、ポケットに入れればそのズボンのポケットがもうすぐさま破れるという苦情が殺到して、結局だから33年から35年までぐらいの2年間ぐらいしか作られへんかった。あ、そう、今のサイズぐらい。そう、もうそこからでもこう徐々に形を変えていくんですけど、そう、こんな感じでなんかね、いっぱい形が違うんですよ。そう、なんか全然見にくいけど、33年モデルの次がその35年モデルってやつ。そう、このね、側面の蝶貝の部分が昔のやつはね、その外側に貼り付いてるの。そう、35年モデルのレプリカ。まあでもこれはまあ蝶貝が外に出てるから、まあ落とした時とかなんかちょっとこう、まあ、壊れやすいとかいろいろあったんかな。でちょっと角張りすぎてるっていうので、さらに2年後にこの37年モデルっていうのに作り変えられて、そう、こっからこの蝶貝がね、内側に外に貼り付いてた蝶貝が中側になってる。そう、でもまあなんかで37年もうちょっと丸くした方がいいんちゃうかって言って、この41年ができてんけど、これが一番ぽっちゃりしてる横幅が。そう、ずんぐりむくりで丸しすぎたってなって今の形。そう、全部のいいところを合わせたのが今の形って感じかな。うん、いや、もうね、だから今作られてるのはもう基本やっぱレプリカとして普通にレギュラー商品として作られてるから、まあ、これに関しては別にプレミアとかはないけど、多分当時のがでも残ってたらすごいんじゃないかな、きっと。その32年、3年とかはレプリカでさえもう3万、4万とかはザラにあるし、でリアルに現存してるなんか当時のやつで備品とかっていうのはもうなんかもう車が買えるぐらいの値段。そうらしいよ、なんか800万円とかっていうのも見たことあるし。コレクターの世界。そうそうそう、もうだから備品でってなるとそんな100個とかもないみたいな話を聞いたことある。そう、すげえよ。そんなんレプリカはうちも昔置いてたけど、もう仕入れ先がなくなってもう入れられない。ベースは基本海外、全部アメリカ。でもまあこの外側のデザインとかっていうのは日本の代理店が手掛けてデザインとか柄とかを作るって感じ。
何やろうね、やっぱ一番人気なのはやっぱシンプルなやつやけど、うーん、まあ日本ならではの和柄のやつとかも多いけど、まあそれはね観光客の人とか外国の人はそんなん好きやけどね。まあでも日本人にはバラ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 で、うちはやっぱ文字彫りがさできるから、うん、やっぱシンプルなに名前彫ってくれとかっていう人が多いかな結構、うん、まあ、でもシンプルな中にもちょっと厚みがある 1.5 倍分厚く作られてるアーマージッポとか純銀のやつもあるし、まあ、コーティングが綺麗にかかってるやつとかいろいろね値段の違いがあるしね。そう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 、シルバーのパーツがついたやつとかね、そんなんもいっぱいあるし、うん、減ってますね、タバコ吸う人ね。それジッポも買う人減るよね。僕も減ってますね。なんかジッポ持ってる人最近見なくなりました。見なくなりました。ちなみにこれが僕の愛用中ジッポ、もうボロボロやけどね、うん、いやボロボロの味がね。そう、うん、やっぱジッポがいいですね。うん、100円ライターではそう、まあ、ジッポですると味が違うって言うけど、まあぶっちゃけどうなんやろね、多分目つぶって吸ったらわからないと思う目つぶって吸ったらわからないと思うけど、やっぱり雰囲気やね、その雰囲気が味に影響するかなって気がします。うん、ジッポ云々じゃないけどだね。ジッポ以外で有名なとこ、そうやね、ジッポ以外で有名なとこやったらやっぱロンソン、ロンソンっていうメーカーのやつが有名ですね。今出てきたロンソン、こんなん、なんかいろんなね、ロンソンはモデルによってね、こう形が違うんですよ。うん、そう、なんか歴史でいうとジッポより昔からあるライター。そう、まあ、ギターのボディみたいな形がする。そう、これは多分バンジョーっていうモデルで、バンジョーっていう、まあ、楽器の形に似てるっていう。ジッポみたいにこう蓋を開けて着火するんじゃなくて、こうワンタッチで着火するっていう、これが世界で初めてのワンタッチで着火するライター。そう、なんかレトロなんが好きな人とかはね、ジッポよりもこのロンソンの方が好きっていう人は多い、うん、あとはなんか最近のモデルやったらこういうような、こういう横でするタイプ、うん、こういうちょっと大人っぽいライターここでする、うん、こんなんもある。そう、だからジッポみたいに形が一種類じゃないっていうのがこのロンソンの特徴かな。あ、うん、持ってる人の個性を出しやすい。そう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 、なんかオイルもあるし、そこそガスもあるし、うん、そう、モデルによってね、いろんなバリエーションがあるから、ちょっと人とは違うっていうのがいいって人はロンソン。うん、結構形状が一緒、あとはデザインとか。そう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 、うん、でもやっぱりジッポのやっぱり最大の特徴はやっぱりその永久保証がついてるっていうところやから。そう、そうそうそう、ジッポは別に一番安い2000円ぐらいのやつでも1万円のでもなくさない限りは、あの永久に無料で直してくれるっていうところが一本の売りなんでね、やっぱり。そう、一生もんにして、そう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 、うん、ずっと直してくれるから、そこがやめない限り、やめない限りとなくさない限り、うん、まあでも大体みんな なくさるな。でも寄った席でなくすっていうのが一番多いから、そうね、そう、酔わないように、そう、ちゃんと。そうやね、だからそのためにもうちで、まあ、住所と名前を手彫りで彫ったら最悪なくしても、まあ、パクられることはないし。個人情報大変ですけど、ね、大変ですけどね、今のご時世もう、あの拾った方は届けてくださいっていうふうなのも彫れますなんあーね、バイクとアクセサリー、タバコ、お酒、うん、なんかまあやっぱ女の人には理解されへんことは結構多いよね、お客さんでも、うん、
女の人はやっぱり100円ライターでいいやんみたいなことを言わはる人は多いけどね、やっぱ男はやっぱり尻尾使いたいなっていう、どうせタバコ吸うならロマンロマンです、尻尾がいいかなと思いますね、やっぱり。うん、そしてそうやね、男の身だしなみ、身だしなみ、うん、そう、男心をくすぐるマストアイテムとして、あの締めた時の音がね、そう気持ちいいんですよ、うん、そうそう、やりすぎるとだんだん音鈍っていくんですけどね、調子乗ってこういろんな付け方みたいなのをこうね練習するんやけど、そう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 、まあでも実際喫煙所でやってたらなんかちょっと寒くなる可能性があるからなかなか危険なところであるけど、ね、うん、まあ、うん、そうそうそう、失敗したらえらい恥ずかしいし、そうそう、結局安全な付け方で付けるっていう、そう、それが一番かな、そう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 、いろんな付け方がある。練習したときですか？練習しましたね、なんか当時はなんか、まあなんかこうベタなやつだね、なんかこうやってつけるみたいな、なんかでももうこの締め方してるやつもうちょっと恥ずかしいね、なんかね俺的にはなんかちょっと恥ずかしい気がする。そう、まあまあ個人のね、意見なんですけど、ね、うん、まあ、ちょっと辛いですね。そう、もうこんなんせえへん、こんなんせえへん、練習したけどせえへんおかしいやん、もうなんかこうタバコ吸いに来てなんかちょっとこう位置とか確認してなんかあーみたいな吸ってたらちょっとおかしいし、うん、やっぱ普通になんかこう使ってはる人の方がかっこよく思えるかな、うん、そうそうそう、まあでもいいと思う、なんかああいう憧れる時期があっても、うん、まあでもジッポをこんだけいまだに業さん置いてるとこってのは多分そんなにない気がする。そう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 、だから京都ももっとジッポ置いてるお店があったけど、ね、百貨店とかにもなくなったし、ジッポが喫煙具っていうものがまずね、多いよね。そうはね、少ないね、だから作ってる会社もね、やっぱりどんどん減ってきたのよ、うん、だからこそ今持ってるとちょっとおっ、そう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 、うん、あれやな、だから最近は増えてきたよ、でもなんか、うん、なんかアイコスとかが出始めて人気が出た頃はみんなあっちに移ったけど、やっぱりなんか紙タバコがいいみたいな人らが逆に増えてきて、うん、そう、だから多分当時はジッポとか紙タバコが当たり前やってちょっと珍しいっていう感じで、ああいう電子タバコとかをいろいろみんな持ってたけど、多分若い子からしたらもうそういう子らの方が多いし、あえて紙タバコでライターで火をつけてっていう方がちょっと珍しい人というか、うん、差別化が図れるみたいなんで、なんかでも手間暇をかけて楽しんでるってのはかっこよく見えますよね。そうそうそう、合理性とかじゃなくて、合理性やったらかけないから一番ね。そう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 、なんかそういうのがなんか昔から使ってる人からしたら当たり前やけど、逆にかっこいいって思うような世代が最近増えてきたかなっていう気がするね。うん、そうそうそう、実行増え、利用者も増えてってくれたらね、ほんまに僕らの幸せです。そう、もっと使ってほしい、ぜひ。結論的にはつまりもうちょっとあの喫煙所を増やしていただきたいですね。そう、喫煙できる、そう、喫茶店とかを増やしていただきたい、ぜひ。まだと喫茶店は本当にね、お願い、ほんまに、うん、まあ居酒屋はちょっと諦めるけども、この近所ももう全然そんなとこはね、ないしね。うん、別にこれでこの動画別にあれですけどね、喫煙者をどうこうするはずじゃないですよね。そうですそうです、喫煙なんかもうやめた方がいいんです、それはもう体に悪いんでね。そうですそうです、そう、もう全然おすすめしないですよ。なんで住んでるんですか？おすすめしないんですけどね、なんでやろうね、なんでやろうな、癖やな。でも、うん、昔見たらやっぱり男のロマンを追い求めたい、あ、でもおすすめとかなんかね、 この値段でどっちがおすすめですかとかやったらいろいろアドバイスはできるけど、まあやっぱり見た目で選ぶのが一番かなって気はするね、うん、この店の場合は怖いのがそのこれやなと思って買ったところでじゃあそこから文字入れますってやった時にもう一回悩まなあかんっていう、そうやね、入れたいけど何入れるみたいな、じゃあ入れるってなったらこっちじゃなくないっていう、そう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 、うん、だからもう文字入れるの10、ね、に重点を置くんやったらシンプルで、うん、もう無地のキャンバスを買うつもりでやってくれりゃ裏も表も側面でも入れられるし、
それまではネックレスとかをカスタムしてもらってジッポにつけるとかってことも可能なんですか。ああそうですよそうですよそうそうそう、だからなんかイランネックルとかピアスとかもう裏面を平らにしてでジッポのベースに貼り付けちゃうとか溶接してつけるってことも全然できるんでね。何でもできますね。何でもできます。そう、だからそしたらもう一点物になるから個人的には結構おすすめ。うん、まあ、思い出のネックレスやけどもう今はちょっと都市的に似合わせそう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 いうのをつけるとか、うん、まあただでもここその場合はこういう風な真鍮素材のもう無垢なやつか純銀のやつこのどっちかだけ、うん、それにやっぱこうそ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 う、なんかコーティングがあったりとかすると火を当てて溶接するんでね、そうなんかこんなも全部こう溶接してあるんやけど、やっぱそれをするにはそういう素材もう無垢なやつじゃないとできへん、でそれだけがそうかな、うん、そうやね、それなら何でもできます。頑張って探してみようと思います。頑張って探してください。じゃあ、今日は帰ります。なんのやなんですけど、まあ、みんなジッポをちょっとこだわり持ってね、そう、ってもらえる。ジッポを探そう。